はい、ロッカールームです。うるさいな。うるさいな。ちなみに今ロッカールームです。はい、ギターの練習始めましたっていう動画から10日経ったんですよ。うん、あれから毎日やってますか？やってます。ってことは、うん、ギター練習10日目ですよ。うん、だけどどうなりました？あのね、はい、まあ、C、はい、コードの C、まあ、まあ一つずつ、いや C はもちろんこの C と G と Am、はい、Em、はい、F を僕覚えてます。あ、覚えました。じゃあ一回まずじゃあ C 弾きましょう、はい、C はこれですね、はい、お、G で G は、だからすぐねこれ G って言われてこうちょっと時間かかるんですね、まだ。あ、はいはいはい。お、鳴ってる。はい、Am、 Am、 まあ Am はまあ、はい、Am は、はい、はい、Em、 Em、F で、F がね、これがね、やっぱりまだずっと練習してるんですけど、ほら、まだ、まあでも、まあ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 、そう、この、ま、なんだよ、この制覇、はい、これが、いいっすよ、ほら、ここがね、ここだけが外れんで、まだ。いやでも、ちゃんと押さえてるなってれば別にいいじゃないですか。で、ここで押さえるじゃん、結局。はい、だから、まあ、全部一応的にはみたいな、昔よりはなるようになったんだけど、まあ、いいじゃないですか。うん、ちゃんと練習してますね。してますしてます。じゃあ次、多分あれですよ、ゆっくりやるべきですよ。ああ、そう、だから、最初、はい、今、このいや、そこんなことじゃなくていいと思います。はい、うん、はい、いいですか、うん、あ、そのコードって見せてください、うん、だチェリーを練習してるわけですよね。そうそう、だからこれ通りには一応弾いてんだけど、はい、いきますよ、うん、だからまず C、ちょっと、ちょっと待ってくださいね、うん、映る可能性があるから那須さんに寄りで行っておきますと。寄らなくて別にいいんだけど、那須さんに寄っておきますと、うん、で、うん、C で、うん、びっくりね、君を忘れないですよね、うん、君を忘れない、うん、曲がりくねった道を行く、うん、こんぐらいのペースでいいんですよ、うん、生まれたての太陽を、あれどこだ、全部書いてないですね、歌詞。あ、そう、あの、まずは一番っていうか、そのなんだろう、あの、なんていうの、とりあえずコードだけ覚えるってことですか。そう、コードと A メロからサビまで、まあ、あのワンフレーズだっけ、まあ、あの最終的にはこう生なんですけど、うん、普通に君を忘れない、あ、そういう、はい、曲がりくねた道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂で、これ、はい、ここからここに移るの、これ、あ、まあシンプルにこれ F、 あ、 F じゃん、これ G もそうなの、これ、それ G もそうなの、はい、あ、今は覚えなくていいですよ、うん、はい、OK、 うん、で、いいんですよ、で、慣れてきたら、君を忘れない、曲がりくねた道を行く、生まれたての太陽と夢を渡る黄色い砂、はい、なるほど、最後鳴らせなかった、うん、で、次、もうこう、ちょっと待って、コード間違えた、うん、君を忘れない、花火くらいに気を抜く、うん、って感じですかね。なるほど、はい、うん、じゃあ、これはもう一旦今はゆっくり、うん、ゆっくりでいいんで、まあ、その、そういうことね、はい、君を忘れないぐらいでいいんだ。今 C、まず C から、うん、君を忘れない、あ、違います、 C 鳴らしてからですね、忘れない、 G、 あ、こんくらいで、あ、はい、そういうことね、
あ、これでも難しいんだよ、最初。本当ですか。君は、はい。曲がり、え、曲が、え、それで曲がりくねった道を行く生まれたての、あ、そういうことね、はい、なるほど、次ちょっと練習します、はい、うん、なるほど、なるほど、そしたら次、あの、少しずつ、あの、ストロークを増やしていって、あ、そういうことね、はい、ちょっとずつ増やせばいいんですね、はい、なるほど、 あと、おすすめの練習方法ありますよ、な、なに、なに、なに、あれ、iPhone どこ置いたっけな、iPhone? 俺のスマートフォンをどこに置いたっけな、あ、YouTube 開いてください、うん、あの、このチャンネルってまだ実は収益化してないじゃないですか、うん、そのうちに、あの、しかできないことです、え、そうなの、はい、YouTube、 はい、開けましたよね、で、チェリー打ってください、うん、OK、 はい、打ちましたよね、で、YouTube って、うん、あの、2分の1再生機能あるじゃないですか、うん、それを使って練習するんですよ、うん、あ、それが収益化されたらできないんだ、はい、0.25 倍、はい、だから、4倍だ、あ、0.5 倍にしてください、遅すぎた、0.5 倍にしてください、ちょっとこれ、どれです、0.5 倍、はい、普通に今、あの、うん、YouTube の音源使っちゃってるから、うん、収益化されたらこれはできない、できない、はい、うん、だから、まあ、収益化してなくてもやっていいのかどうかちょっと分かんないですけど、やっちゃいました。大丈夫な、それは分からないです、うん、それはまあ、あの、はい、うん、誰が判断してくれるの、それは YouTube さんが判断してくれます、はい、なるほど、分かりました、まあ、こそっと練習しますね、はい、うん、まあ、じゃあもうちょっとまた、あの、経過はね、はい、しっかり練習してみせたいと思いますわ。一応でもまあ、うん、ちゃんとコードは全部覚えられてるから練習してるんだなと思いましたよ、うん、はい、あの、アルペジオも練習してんだ。いや、その練習まずしなくていいです、本当に。あの、F を抑えられない人がアルペジオって発言二度としない方がいいですよ。なんかかっこよくない、アルペジオって。いやいや、まあ、かっこいいですけど、うん、まあまあまあ、まあ、そうだね、アルペジオかっこよくないって人が F 弾けないのが一番ダサいんですよ。でもこの制覇するのにさ、やっぱさ、ここを痛めつけないとダメなのね。いや、もうそれなんかちょっと間違ってる気がしますよ、うん、あの、人差し指で、うん、なんていうんですかね、そこでも別に全部のやつを抑えなきゃいけないなんて、うん、まあ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 、ことないんでね、うん、っていうことで、っていうところで、はい、っていうことで、夏大輔ギター練習、はい、10日目でした、10日目でした、はい、はい、ということになります。はーい。